1月の15日金曜日、国会前希望のエリアです。抗議行動です。ちょっとバタバタ準備が遅くなりまして申し訳ありませんでした。ちょっと機材がね、だんだんガタが来ておりまして音が出なかったり出たりしたんですけれども、申し訳ありませんでした。だいぶ寒くなってきました。今日はちょっと、ね、寒いですね。カイロ用意してますので、寒い方カイロペタペタ貼ってください。あちらに誰でも座れるベンチ用意してますので、若い方でも疲れたなっていう方は座って無理なく声を上げてください。おとといですかね、田中健ちゃんが退院をしまして、はい、無事に退院できました。皆さんにくれぐれもよろしくっていうことでした。病院の中でけんちゃんは署名をね、看護師さんとかお医者さんとか病院入院患者さんから集めた署名50筆をですね持ってきて、昨日実はお会いしたんですけれども、これをって言って50筆お預かりしました。本当に街頭でも寒い中ね、たくさんの方が署名活動を今頑張ってらっしゃると思いますけれども、病院の中でも痛い思いをしながらでもできることをやってくれていた田中健ちゃん、本当に素晴らしいなと思いました。すぐにでもここに来たいって言ってたんですけれども、もうちょっと元気になって体力ついてから来てくださいねっていうことで、みんなからは待ってるからねってことは伝えておきましたので、けんちゃん本当におめでとうございます。よかったです。また一緒に声を上げましょう。ありがとうございました。なんか二郎さんが昨日おめでたいことがあったそうで、おめでただったんですよ僕、ね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もう立派な子が生まれて。あ、そうなんですか。そんなわけやね。お孫さん。お孫さんじゃないわいやいや、ちょっとね、はい、私まだ赤い服は着ないんですけど、昨日誕生日でございまして、はい、おめでとうございます。先ほど、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、もう終わった、ビジ終わった、終わった、ハッピーバースデーディアジローさん、ありがとうございます。ハッピーバースデーとユー。一歩手前だそうじゃないですか。そうです、赤の一歩、うるさいわ、ね、ピンクだよどうせ、はい、赤までもう少しですから。そう、赤までもう少し、はい、もう前祝いですか、その赤いのは。あ、そうですね、私はまだまだ赤くないんですけど。ああやってね、はい、いつもこうさつけてね、だって全然、だって私まだまだ、まあ、はい、先ほどね、はい、誕生日のお祝いをちょっと、はい、あら、いいじゃないですか、はい、消えもんですね、消えもん。消えもんって分かんないですよね。食べたらなくなるっていう意味で、食べるものを頂戴して、ね、私の大好物なの。はい、何でしょう。豆餅。豆餅ありがとうございます。なんかいいですね、豆餅ね。ありがとうございます。なんか好きなものにね、時代を感じますよね。豆餅ってなかなか今売ってないですから。売ってないんですよ。ね、もう和菓子屋さん頑張ってほしいですね。そうですね、はい、豆餅、甘くないやつです。甘くないやつです。そんな解説してる場合じゃない豆餅がお好きなんですね。豆餅好きですね。子供のおやつですね。子供の時代によく、はい、子供の時代に、はい、そうでもないんだけどね、うん、昭和な感じがいいですね。ただ好きだっていうだけなんです。おめでとうございます。昨日ね、はい、この今日は赤いネクタイなんですけど、あ、やっぱ赤じゃないですか。そうなんです、ね、これ昨日頂戴して、はい、ケンちゃんがわざわざね、吉祥寺まで来てくれたんですよ。手術して退院してまだ3日目ぐらいでしょ。退院した次の日。次の日大丈夫なのかな、うん、ね。で、ここにも来るとか、ピースパレードも来るとか言うから、やめてくれって言ったまだ早いと。そう、まだ早い。もう少し待てと。でもね、皆さん本当にびっくりするくらい、すごいいっぱい召し上がってたんですよね。胃がね、全部ないのに、胃が全部なくって、腸も40センチぐらいないんですよ。不死身だよね、もう。ね、すごいね。だから希望のエリア来てる人は皆さん不死身なんだね。そうだね。お父さんもね、お父さんもね、片目のお父さんも全然元気で、もうピンピンしてるしね。ね、
小田地さんもね、この間来てくれたしね。僕らどんどん、僕らいなくてもできるよ。できるね。大丈夫、大丈夫。そうね、うん、早く、デモとか抗議行動をね、しなくていいような社会になって、早く解散できるように今夜も頑張りたいと思います。それにつけても安倍ですよ、ね。もういい加減なことばかり、はい、本当にね、うん、蓮池徹さんっていう人がいるじゃないですか、はいはいはい、拉致被害者の会のね、元事務局長やってた方です、はい、あの方がお辞めになってるんですけど、あの方が書いた本がありまして、ね、ああ、はい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 、その本に書いてあることが本当かって言ったら、あれは全部嘘ですって言ったんだけど、読んだんですかって言ったら読んでませんって、何だよ、出たよ、出た出た出た、ふざけんなって、読んでないのにどこが間違ってるか分かってるのかお前って、だああいうことを言っても信用してる人って何だろうっていうのは、僕は、いや信用してないけ、信用してない、利用してるだけですよね。バカを踊らしといて、それをうまく利用してるんですよ。あ、なるほどね、自分はバカでね、踊らされてって分かる。でもね、そうやってね、どんどんいいようにいいようにされてしまうと、今度の参院選なんか大変なことになるから、皆さん、今度野党は共闘ですよ、みんな頑張って ね、 そうですね、共闘してみんなで追い落とさないとね、安倍言いそうになって危ない。今某有名女子大学で安倍すぎるっていう言葉が、そう、大流行してて、安倍すぎる、安倍すぎる意味は人の言うことを聞かない、嘘をつく、嘘をつく、適当なことを言ってごまかす、頭が悪い、そうなんかもう最悪な安倍すぎるっていう言葉ができたそうなんで、これは今年の流行語大賞ね、ちょっと早かったね、もうちょっと後だったらね、うん、夏以降に安倍すぎるが出たらもう絶対間違いないね、安倍すぎる、安倍政権を許さないっていうね。でもね、考えようによっちゃあれですよ、夏前までに安倍政権がなくなればいいんだから、こともそうですよね、だよね、うん、ですよね、あれなんで皆さんでやるんですよ掛け声ばっかり言っててもダメなんですよ、皆さんでやるんですよね、みんな寒いから早く声出さないと寒いんだよ。あのね、ごめん、もう一個だけあんのよ、この話長い、はいはい、もう一個だけ、あのね、はい、実は福島の、はい、子供たちのことを描いたアニメーションというのがあるんです、はい、名前がね、アビタっていう、アビタ、これはね、日本の方がヨーロッパに住んでいて、学生さんが描いたあの漫画映画なんですね。これね、各賞総なめしてるんですよ、ヨーロッパでもすごい大賞に輝いたりしてるんですね。日本ではあんまりね、いや日本じゃね、うん、封印されてるんですよ、報道されてないんですよ。上演は、あ、上演はされてない、だって報道されてないのに上演もクソもないでしょ、知らないんだから、知らないよね。僕は今日 Facebook 見てて、あ、こんなにすごい映画があるんだ、素晴らしいな、ヨーロッパと言わず、アメリカと言わず、どこと言わずね、いろんなところで賞を取ってるんです、うん、でも日本では報道すらされてない、うん、NHK ですか、あ、言っちゃったな、 N って、まあいいか、まあどこも全部ひどいですよ、報道はね、まあね、それ日本では上演しないの、今のところ予定ないんですね。ないんですか、今のところないんです。あの Facebook とかね、 Twitter とかやってらっしゃる方はぜひあのアビタっていうね、カタカナ、うん、AV、 安倍じゃないね、安倍、安倍じゃない、TA、 違う、人が一生懸命つづり分かんないのに言ってんのに、ね、邪魔しない、邪魔しない、すいません、はい、AVITA、 アビタ、アビタですね、これをね、ぜひね、検索していただくとね、はい、出てくると思いますからね、はい、アニメですね、で、YouTube では見られるそうです。あ、本当ですか、はい、ですから、ぜひね、僕も後で見ようと思ってますけど、はい、ちょっと暇なくて見てないんで、うん、はい、後で見ようと思ってます。ありがとうございます。はい、はい、アビタでした。そうです。はい、今日も、希望のエリア音楽隊の皆さん、寒い中ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、手話通訳は杉本さんです。よろしくお願いします。警察の皆さんも寒い中ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、 YouTube じゃないツイキャス動画中継ご覧の皆さん、 YouTube ご覧の皆さんも今夜も8時までよろしくお願いいたします。はい、では寒いですけれども声を上げたいと思います。ちょっとね、寒いですからね、ちょっとね、ああの回路がありますからね、あのおっしゃってくださいね、いつでもいつでも言ってください、太鼓叩いてない時だったらいつでもお渡します、
はい、ここにあるので勝手に持ってってくださっても構いません。それでもいいですね。はい、では声を上げます。はい、命を守ろう、していただけますので、お話ししたいよという方ぜひお願いします。二郎さんの方にあちらに、はい、いていただきますとしっかりお時間取りますので、はい、よろしくお願いします。では本日のトップバッターはまだね、まだ僕のところにどなたも見えない、どなたも見えない、あ、はい、ではミスター規制委員会、はい、春橋です。よろしくお願いいたします。
いや寒いな、今日も上着を着ていない春はしりです。寒くないのかなっていつも思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか前も言いましたけど、ワーキングファンなんでコート買えないんです。皆さんこんばんは。川崎から参りました春橋と申します。福島第一原発の最新の情報です。1月14日昨日時点の汚染水の貯留量ですが約 78.3 万トン、そのうちアルプス処理待ち水が約 16.6 万トン、アルプス処理済み水いわゆるトリチウム水が約 59.1 万トン、設置済みタンクの貯留容量上限はこれは変わってません、 86.8 万トン、設置済みタンクの貯留空き容量は約 8.5 万トンまで減少しました。で、季節アルプス、増設アルプスから発生しております高濃度の廃液を詰めているポリエチレン製容器ヒックに関しては1863基まで増えています。で、残念なことに12日、また福井市で負傷事故が発生しました。東電のリリースをもとに、ご紹介します。12日午前9時50分ごろ4000トン角型構成タンク付近でフランジ取り外し作業を行っていた30代男性の協力企業作業員が左手人差し指を負傷、救急医療室の医師に緊急搬送の必要があると診断され、同日午前10時18分救急車を要請、いわき市内の病院へ搬送されました。医師による診断の結果、左人差し指開放骨折ということで3ヶ月程度の治療を要するとの診断だそうです。で、ご記憶の方もおられると思いますが、昨年11月30日にも左手中指の開放骨折がありましたので、これで開放骨折1ヶ月半で2人目ということになります。で、まあ、昨年1月19日にはタンク天板部からの死亡事故があったので、今年は本当に何もないことを本当願うしかありません。で、最近ちょっとこちらでご紹介しなかったんですが、福島原発神奈川訴訟、第一原発の事故で福島県から神奈川県内に避難された方たちが国、東電を相手取って謝罪、損害賠償を求めているという裁判が今続行中です。で、本日は、9月9日の口頭弁論で行われました原告の方の意見陳述の概要をご紹介いたします。例によりまして個人名とは、省略いたします。50代の女性、原告番号57-2番3の意見陳述の概要です。私は浜通りで生まれ育ちました。実家は代々織物工場を営んでおり、実家の裏に工場がありました。幼い頃から工場にはよく顔を出し、学校から帰ると工場で働いている母におかえりと言っていました、ただいまと言っていました。実家の近くには父が持っている山林や田畑があり、近くの方が作物を育ててくれたので新鮮なお米や野菜を食べられました。高校を卒業した後は進学や就職で浜通りを離れた時期もありましたが、20代前半の時に戻り、結婚するまでずっと暮らしていました。結婚した後は夫の仕事の関係で数年間横浜で生活しましたが、心が豊かになる浜通りでの生活やふるさとで年を重ねていく父母を思うと、日ごとに故郷へ帰りたいとの思いが強くなりました。夫は 私のそんな思いを汲んでくれて、もともと出張の多い仕事ということもあり、福島の営業所を仕事の拠点にしてくれました。浜通りに戻ってからの生活は大変なこともありましたが、楽しく充実したものでした。実家の近くに家を建て、子供も長女、次女、長男の3人に恵まれ、実家と行き来しながら賑やかに過ごしていました。私は高齢になった両親に代わって隣組や地域の集まりに行き、婦人会、子ども会、ラジオ体操、夏祭り、花火大会にも積極的に参加していました。父の田畑で作ってもらったお米や野菜は実家だけでなく私の家でもいただいていました。自宅でも野菜を栽培し、水は井戸水で、自然豊かな環境で自給自足に近い生活を送っていました。子どもたちものびのびと育ち、本当に楽しく生活していました。その生活が今回の原発事故で全て奪われてしまったのです。震災当日、夫は海外出張の最中で、私は子供3人と両親、そして飼い犬を合わせた6人と1匹で近くの中学校に避難しました。当時両親は70代後半で、父は80歳に手が届くところでした。でも翌日原発で爆発があったので、避難所になっているこの中学校は閉鎖されると言われ、
どこへ行けばわからないまま、とにかく出るようにと指示されました。私は高齢の両親を連れて、子供たちと協力しながら、最善と思われる避難所を求めてさまようことになりました。情報もなく、難しい判断の連続で、後になって線量が高いと分かった避難所もあり、今でも考えてしまうことがあります。原発事故のことを知った夫は、出張の予定を繰り上げて帰国してくれましたが、福島県になかなか戻れず、避難所で再会できたのは3月19日になってからでした。事故があった2011年の春、長女と次女は社会人になりました。長女は自宅通勤の予定だったので、急遽住むための部屋を探さなければなりませんでした。長男は2011年の春に地元の高校への進学が決まっていましたが、結局気心の知れた友人たちと青春時代を過ごすことはできませんでした。社会人になる長女と次女が順に避難所を出て、両親も東京在住の私の姉のところへ避難し、私と夫、長男は横浜に避難しました。犬は連れてくることができず、8年も一緒に暮らしてきた愛犬は知人に預けることになりました。大勢で賑やかな家庭だった私の家庭はこうしてバラバラにされてしまいました。父は東京に避難した直後の2011年5月に入院しました。私の顔を見るために福島にはいつ戻るんだと尋ねるので、私は故郷に戻ることもできず、避難先で一緒にいてあげることもできず、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。事故が起きる前は父の通院に付き添ったり身の回りの世話もしていたのに、避難生活の身では十分な介護もできません。まもなく父は亡くなり、納得のいく形で見送ることはできませんでした。2014年11月には母も亡くなりました。事故から3年半以上も経っていたのに、故郷で穏やかに母を見送れなかったのも心残りでなりません。そんな中、横浜でやっと仕事を見つけ、生活が落ち着き始めた矢先、2017年3月で住宅支援が打ち切られるとか、2016年には国が避難指示の解除を目指しているという報道に接しました。でも私たちが浜通りに帰って元の生活に戻ることは不可能です。飲み水にしていた井戸水は汚染されている可能性が高く、しかも使用できないようにコンクリートで埋められてしまっています。暮らすのであれば上下水道を整備する必要がありますが、私の知る限りではそのような整備はされていません。町を通っている本館から私たちの家まで上下水道を引き込もうにも、地震や台風で道路も崩れているので、根本的には道路から直す必要があります。また私たちの自宅周辺の田んぼは荒れ放題で、自宅の裏側は環境省管轄の用水路になっていて、環境省の予定している除染だけでどれだけの効果があるのか疑問です。周囲の山もどのような方法で除染するのか連絡もありません。私と夫は30代40代を浜通りで過ごし、安定した生活を築き上げてきました。それなのに原発事故で全てを奪われ、50代になってからまた一から始めなければならなくなりました。発災以来、私たちはさまざまな場面で難しい決断を迫られ、50代半ばになった今はこれからのことも考えなければなりません。私は夫や子供たちに申し訳ない思いです。私と結婚しなければ夫はこのような思いをしなかったのではないか、私が浜通りの出身でなければ子供たちも巻き込まれなかったのではないかと考えてしまいます。夫はそんなことあるわけないと言ってくれますが、私は本気で自分を責めてしまいます。お盆やお正月など折々にみんなで集まることもそれも叶いません。子供たちをはじめ若い人たちには放射能汚染が怖くてここには来なくていいよと、大好きな自分のふるさとを否定することしか言えません。先祖代々のお墓は故郷にあり、避難生活の中で亡くなった両親もそこに眠っていますが、思うようにお墓参りも行けません。幼い頃から聞いていた織物工場の音、緑の匂いのする空気、おいしい井戸水、お米や野菜などの自然の恵み、それらはもうありません。私は私が生まれ育った故郷を返してほしいです。地域と密につながりながら賑やかに楽しく暮らしていた生活をただ返してほしいです。原告の方の意見述の概要は以上です。で、福島原発神奈川訴訟の次回の第13回口頭弁論は来週の金曜日22日14時から横浜地裁101号法廷で行われる予定です。
私も報告集会まで参加者のうちこの金曜行動に参加する予定です。で、私傍聴してたんですが、この原告の方ですね、意見陳述終わった後裁判長に加えてですね、被告側である国、東電の代理人にも一礼して退席してました。本当に背中で見てて、背中から見てて本当に辛かったです。コールは割愛します。ありがとうございました。ありがとうございます。で、本当にもう胸がいっぱいになるような報告でした。ありがとうございました。ではお願いします。こんばんは。埼玉から参りました末吉と申します。ちょっと風邪で申し訳ありません。ですね、伊方原発が再稼働されようとしています。あそこ確か半島の西側ですよね。あそこに老人ホーム、障害者施設、病院どれだけあるのかなっていうのを報道されて、一般紙で報道されてないっていうのがやっぱり僕の人はすごい気になります。これからの人たちのために原発はいらないと思います。そのことをやっぱり訴えて、やっぱりあれコールをしたいと思います。私は佐野橋さんとはちょっと女性のことが残っておりますので、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、伊方原発再稼働反対、高浜原発再稼働反対、ありがとうございました。熱いコールでした。はい、では続きまして、横須賀のお父さんですかね。はい、お願いします。はい、どうぞお願いします。ありがとうございます。失礼しました。はい、こんばんは。はい、拍手をいただきまして、いつもいつもなんかありがとうございますね。こんな寒い中、本当にお互いにですね、震えながらも怒り心頭で、しかし正義感に燃えて、なおかつ礼儀ある戦い、そのような行動、本当にお互いに皆さん、お疲れ様ですと同時にですね、私は今年ですね、先週からいつも東電本店前抗議に夕方行くわけですけれども、どうも先週からですね、九州電力の支社、有楽町にありますが、そこの前にも行くようにしてるんですね。あそこは人通りが多くてですね、やはり人の多いところで原発反対の声を、あるいは再稼働するな、原発の戦いはまだまだ終わってないんだよ、これからなんだよってことをやっぱり通行人の人に言おうと思って、先週から始めました。で、今日も、家を少し早めに出まして、4時半頃から、ずっとやりまして、ここに関電前にも行動を参加してここに行きました。
音楽とかどうぞそういうのはできなくて、人あの一句と言いますかね、考えました。今日も新橋有楽町、天に響け出す原発の声。こんなような声が急に浮かびましてですね、本当に天に響くぞっていうような気持ちですね。沖縄の尾長さんがですね、尾長知事が、年頭の書簡の中でこんなことをね、やっぱり戦う人はですね、言葉が美しいですね、こんなことを書いてありましたね。知事年頭挨拶全文の中の一部ですが、今年開催される第6回世界の内南中大会においては、世界に広がる移民の皆様方を中心とした40万人の内南中との連帯感と、今後の沖縄の将来の可能性にダイヤモンドのように輝く離島の力と相まって、私これ見てびっくりしました。離島っていうのは普通離れ小島っていうふうに、まあ、言い切っていいのか失礼ながら、しかしこういうふうに言ってですね、今後の沖縄の将来の可能性にダイヤモンドのように輝く離島の力、これを見てですね、そう言っちゃなんだけども、私俺の東電の前で一人でやる行動も理想じゃないけれども、ダイヤモンドのように輝いてるのかなって、全国諸々方々をつつ裏でですね、やはり少人数一人からいろんな形でやってる人たちがいますね。やはりそれ全国つつ裏裏本当にダイヤモンドのように輝いているんじゃないかって、私はですね、そんなようなことをこの全文の中から見て感じるようになり、直感的に感じました。今年は5年ですよね、 3.11 から5年。5年というのはどういうことかと言いますとですね、ちょっと調べてみました。聞いてください。チェルノブイリのベラルーシの国ですね、小児甲状腺のがん、聞いてください。1986年2人でありました。87年4人、88年5人、89人7人、90年29人、91年59人、92年66人、93年79人、94年82人、95年91人、計424人っていうのが95年までの5年から急激に増えてくるんですね。私はテレビ新聞ほとんど全ての報道が原発なかったことにしようっていうことで言ってるように思うわけですが、これはある意味ではよくその事情を知っている国家が焦りじゃないかと思ってます。なんとかしてこれを黙らせて泣き者にしようという、だから一番よく知ってるのは彼らなわけですね。そういう意味ではこの5年目を迎える今年こそ一つの山場、正念場を迎えなければいけないんじゃないかと、迎えてるんじゃないかというふうに思っております。やることがたくさんあります。かつて労働組合が光っていた時、一人の首金も許さず、私はここで申し上げました、光っていたと思うんですよ。同じようにこんな合言葉があったと思います。私は総評の豪華労連というところの属していたある工場の労働組合の活動をやったことあるんですが、抵抗なくして安全なし、安全なくして労働なし、やはり私たちのこの戦いは抵抗なくして安全なしですね。本当の意味で本当に何かレジスタンスであるかのように抵抗運動続けてやるしかないというよりも、私は安倍晋三がですね、安倍晋三という人間は
まあ、ファシストたち、国家主義者ですね。私たちは反国家主義者です。そういう意味では国家主義というのは別名、私は国境主義だっていうふうに思ってるんですよ。国境主義、それぞれの主権国家の国境主義で、我々は対立する私たちはある意味では越境主義じゃないかと。国境主義ではない、越境主義、国境の枠を超えてですね、全世界のですね、原発反対運動、戦争反対運動、良心的な民主主義の側に立つ人たち、手を組んでですね、国境を取っ払った本当の意味でのインターナショナル、越境主義に基づいた戦いっていうのが必要だし、それが私たちがどこまでですね、同じように手を組んでできるか、それはやっぱり試されていると同時に、もしそれがそういう越境主義のもとに、インターナショナル越境主義のもとに戦いが前進したとしたら、完全に安倍晋三は沈没するんだろうというふうに思います。皆さん、越境主義がいいと思いますね。ぜひ私はですね、そういう意味でインド、台湾、ヨーロッパの人たち、アメリカの辺野古に声、辺野古反対に声を上げる人たち、ハワイの人たち、ミクロネシアの人たち、オーストラリアの人たち、全てのそういうような民主主義の側に立つ人たちと、越境主義のインターナショナリズム、それでやれば、そんなに私は困難な道じゃないんじゃないかというふうに思っております。ぜひ皆さん、そういう風な方向、越境主義、私はそんな風なことを思いました。以上で終わります。ありがとうございました。お父さんのお父さんでした。ではでは皆さん、だいぶ人が集まってきてましたので、もう少しずつ中の方に入りましょうか。ありがとうございます、私ずっとあの大好きな国会議員さんがいらっしゃいまして、はい、今日はですね、国会の中から嬉しい、ね、池内沙織さん、はい、衆議院議員がこの希望のエールに来てくださいました。ありがとうございます。お願いいたします。もう赤面しちゃいそうな紹介をいただいてとても緊張しています。日本共産党の衆議院議員の池内沙織です。今日はご一緒させていただきましてありがとうございます。皆さん本当に寒い中、毎週金曜日お疲れ様です。いよいよ国会が開かれております。野党5党の憲法に基づく要請に答えることなく臨時国会開かなかったっていうこと、私は本当に怒りを持って批判したいと思います。そんな中、皆さん国会どのようにご覧になっているでしょうか。私は最近インターネット SNS を見ていて、なるほどなと思った体験がありました。それは今高校生の間である言葉が大人気、安倍すぎるっていう言葉です。これ一体どういう意味かなって思っていたら、人の話が聞けない、聞かれたことに答えない、ごまかす、そういった意味を込めて今安倍すぎるっていう言葉が大流行しているそうなんです。今の国会そのものです。安倍すぎる、こんな政治は皆さんご一緒に一日も早くやめさせていきましょう。私は改めて怒りを記憶に刻みたいと思います。昨年国会開きもしないで安倍首相は新しいメンツで内閣を発足させました。復興大臣に就任した高木大臣がその就任記者会見の場で言いました。基準を満たせば福島第二原発、小田川原発の再稼働もあり得る。皆さん、これ本当許せないですよ。私たち原発ゼロの新しい国を目指す主権者国民への宣戦布告、受けて立つ、そういう一年にしていきましょう。私は改めて今日福島から来られた
あの原発の被害者の、事故の被害者の皆さんの言葉に心が本当に締め付けられる思いでした。官邸前でスピーチをされた方の言葉を紹介させていただきたいと思います。ある方です。4年半が経ち、帰っていいと言われた家は、衣類や食器はもちろん、戸棚やガスレンジなど家具は使えるはずもなく、ゴミ同然。家族50年の歴史をどんな気持ちでゴミ袋に投げ捨てたか、安倍首相、あなたに分かりますか。今、いまだに20万を超える皆さんが避難生活を余儀なくされています。汚染水も垂れ流し続けられている。そして避難計画も棚ざらし。原発再稼働ありきの安倍政権。規制委員会の基準など一体誰が信用できるというんでしょうか。国内を見れば、伊香田原発、そして仙台原発、次々と再稼働にひた走り、国外に向けてはインドにまで出かけていって原発を売りさばく。これが外交と言えるでしょうか。私は怒り心頭のこの2016年を、皆さんとこの希望のエリアから声を高らかに上げ続けて、安倍政権打倒のそうした1年に切り開いていきたいと思います。皆さんご一緒に頑張りましょう。若干コールしてもいいですか。知らんで。それではコールしたいと思います。再稼働反対、再稼働反対、伊香田原発再稼働反対、すべての原発再稼働反対、すべての原発再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、みんなで頑張りましょう。本当にもう嬉しくて嬉しくて、今日は今ちょっとね、うるうる来ちゃって、ね、本当にね、感謝ね、本当ありがとうございます。お忙しいのに、私たちも国会の外から頑張りますので、池内さんも中で、ね、私たちの声しっかり届けてください。ありがとうございました。ね、もう私もね、私の娘もね、あのモノマネとかできますからね。いや、今度披露しますけど、本当に本当上手、私よりね娘の方がうまい。今度披露します、はいね、それぐらい大好きなんですけど、本当ありがとうございました。はい、では山内さんお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。プラスタイの山内です。かっこいい池内さんの後でちょっと気が引けるんですけども、安倍すぎる、うん、この安倍すぎるに、今年最初の鉄槌を下すのは宜野湾の市長選挙です。私は2泊3日の、まあ、短期間なんですけども、沖縄宜野湾市長選挙応援に行って、さっき帰ってきてここへ直行しました。一つはですね、まあ、これはさっきからちょっと前から言われてますけども、安倍晋三が一地方選挙の結果で国政をどうのこうのすることはないと早くも予防線張っています。もうこれは自らこの市長選挙の弱いところ気にしているその通りです。そして皆さん、この安倍晋三がもう去年おととしから沖縄の民意が幾度となく示されているのに、それを一顧だにしない、その上でこの宜野湾の市長選挙の結果も踏みにじると、これはもう絶対許すわけにいかない。そして皆さん、この安倍内閣に支えられて後押しされている現首相の側が、なんと昨日
宜野湾の市民会館で決起集会やりました。そしてこの総力を挙げて与党政権が勝たせようというこの決起集会になんと閣僚が一人も出ません。なぜでしょうか。これは閣僚が参加して何か喋ったらもう辺野古基地建設の立場が明らかになるからです。ですからこれは向こうの陣営が、閣僚を送り込めないでなんとか争点隠しをしようということの表れであります。もうここにも彼らの大変な弱みがもう自ら露骨に現れています。そして皆さん、昨日と今日私も宜野湾市内をコンコン訪問しました。コンコンって叩きまして個別訪問するわけなんですが、なんとほぼ 99% のところではこの狙いをちゃんと 見抜いています。もう多くの人がこの市長選挙で自らの意思をはっきり表明しようとしています。そして、聞かれましてね、本土から来てるんですかと聞かれまして、そうです、これは宜野湾市の問題だけではない、沖縄だけの問題ではない、日本全国の問題なんですということで、もう力いっぱいこの宜野湾市の市長選挙を応援してまいりました。皆さん、私はこの市長選挙の事務所の前でも、そして、辺野古のキャンプテントの前でもトランペット吹いてきましたけれども、今日は沖縄に返せ、沖縄に返せ、そしてその手前にタンポポ、この2曲メドレーで吹きたいと思います。ございました。原発も基地も核兵器も戦争も、未来の命を脅かす者にはノーの声をこれからも上げ続けていきたいと思います。ありがとうございました。では今夜も福
島のことを思いながら皆さんでふるさとを歌いたいと思います。ちょっと待ってくださいとのことです。はい、20秒。はい、寒い季節って指大丈夫なんですか、国楽器の方大丈夫ね。本当手袋できなくて大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。では
ですね。なんか寒いのでね、本当に無理なさらないでください。通訳もね、指寒いですよね。ありがとうございます。なんか綺麗な方がいらっしゃったんで、杉本さんがあれ綺麗なお嬢さんにって思って、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、では、はい、どうぞ。お待たせしました。どうぞ。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、すみません、原発現地1階から緊急のご連絡です。担保者の沼倉です。原発現地1階はですね、昨年の仙台原発再稼働の時に鎌田さんとかですね、超党派の議員の方が呼びかけ賛同に加わっていただいて、わずか1ヶ月余りでですね、1100万全国からの看板を集めて、104名がですね、仙台原発ゲート前の抗議行動に参加しました。2回目のお願いです。高浜原発1月の24日の日曜日、関西の仲間たちがゲート前行動で現地で抗議行動をします。それに向けて原発現地の会は、全国各地の皆さんが個人で参加する方には交通費の補助を実施することになりました。東京からはその前日の土曜日、深夜23時、バス1台を出します。個人負担は多くて5000円。その案内チラシがたった今できましたので、ぜひ皆さんこのチラシを拡散していただきたいと思います。それからもう一つ、大阪の仲間たちがですね、これは画期的なことなんですが、福井県民会議の若さの仲間の呼びかけで、1月の27日水曜日、東京でもやりますが、大阪の関西電力の本店前で大規模な包囲抗議行動を行います。数千の規模でできると思います。これに向けても全国から参加する方には1万円の交通費補助を現地1階の方で、補助するということが決まりました。そのチラシ案内申し込み要項が載っておりますので、ぜひ皆さんこの、チラシをですね、拡散していただきたいと思います。合わせて寒波のご協力をよろしくお願いします。原発現地1階です。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。すみません、1枚では、はい、お願いいたします。子ども脱被爆裁判の方です。子ども脱被爆裁判を支える会東日本の稲井です。こんばんは。寒い中、皆さん本当に暑い、希望のエリアに参加されて本当に、希望が持てます。私は、今年の元旦から13日、おとといまで仙台原発に行ってきました。仙台原発の下に組崎海岸という海岸がありまして、そこに、仙台原発テントというのがあるんですね。そこでみんな共同生活をしていまして、そこに行ってきました。そしてそこのスケジュールは朝8時に、仙台原発正面ゲート前で抗議行動を30分します。そこには、バスとか、タクシーで作業員がいっぱい入ってくるんですね。その作業員の方たちに対して、訴えています。訴える内容は、あなたたちの仕事は今本当に自分の子供、家族、知人、友人を危険に目に合わせる、そういう仕事をしているんじゃないですか。今の仕事をしないでもっと他の仕事をしましょう。それは何かといったら、やっぱり原発廃炉の仕事をすれば、子どもたちにも原発を止めた、やめた、私たちの安全を本当に、思って原発廃炉にしてくれたお父さんお母さんだということで、胸を張って仕事をできるんじゃないですか。今の仕事では子どもさんたちに対して、胸を張れないでしょうというような言い方をしています。そして最後にいつも、今日も一日ご安全にっていうふうに言って帰ってくるんですが、結構、ガードマンの方たちは会釈をしてくれたりお辞儀をしてくれたりするんですが、作業員の方たちはほとんど目を伏せて我々を見ようとしません。やはり心の中では、今の仕事は本当に自分たちの子どもたちを守っているんだろうかという疑問があるんではないかと思っています。話は全く変わりますが、そこの仙台原発の、ちょっと10キロぐらい先に滝温泉っていう、日本の名湯100選にも選ばれている、温泉があるんですが、そこに入りに行くんですね、我々は。そこで、我々は脱原発号って、軽自動車の、バンで汚いバンに、スピーカーをつけて、それで脱原発のいっぱい写真とか貼ってあるんですが、駐車場に着きましたら一人のちょっと年配の男性が近寄ってきて、私は、原発推進派で、クレーンの作業員でしたから、お金をたくさん稼いだ、
しかし私は今は原発反対ですって言われたんです。なぜですかって言ったら、自分のお子さんが薩摩川内原発の排水溝での付近で釣りをしてて、その魚を食べていたら白血病になって7年後に死んでしまったということなんです。ですから原発は事故が起きなくてもそのように放射能を出して本当に幼い小さい命を奪ってしまったんです。その後またそのおじさんと会ったんですが、なかなか気づきづらかったんですが、子供さんは何歳で白血病になったんですかって聞いたら、小学校5年生で白血病になり18歳で亡くなったそうです。それを見てて長男の人が医者になったということをそのおじさんは言ってました。ですから絶対原発というのはいいことがないんですね。そのように幼い命を、本当に尊い命をなくしてしまったということは本当に責任があることだと思います。仙台原発の話はそれくらいにしまして、この子供たち被爆裁判、これは、福島で今、福島地裁で12月1日にも第3回の口頭弁論がありました。ここで何回もお話ししていますが、被告側の国、福島県、地方自治体の代理人はその裁判自体を却下させろということです。原告が言っていることは分からない。原告は、子ども裁判というのは、子どもたちに地方自治体の教育委員会にもっと放射能の少ない安全な場所で教育を受けさせてほしいという訴えをしている裁判です。そして親子裁判というのは、被爆をさせた責任を取れということで日本政府と福島県に対して訴えを起こしています。しかし両方、子ども裁判の方はもう却下しか被告側は言わないですね。それでもう、代理人たち40人ぐらいいて、本当に傍聴席からも却下ということで本当に圧力を裁判長にかけています。その対策として明日、郡山でこの子どもたち被爆裁判の原告弁護団、そして我々支援者が集まってこの却下されない対策の会議をします。ぜひ皆さんも1000円です。1000円で会員になって原告を支えてください。それは原告さんに対して私たちは一銭も返しを私たちは取りません。全部原告さんに渡す、そういう1000円です。ぜひ皆さん子どもたち被爆裁判を支えてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではお願いします。はい、あ、じゃあ次郎さん、はい、どうぞ。還暦間際の、大丈夫？還暦間際のって言った途端よたっちゃった、ごめんなさい。次郎さんです。別に年取ったから足腰が弱いわけじゃない。下がちょっとね、盤石じゃないんですよね、ここね。すみません、ご心配かけました。希望のエリアにお集まりの皆様、こんばんは。毎週本当にお疲れ様でございます。なんで今日ここに私が上がったか、もうもちろんお分かりの通りです。今度の日曜日、第3回ピースパレードが、武蔵野、吉祥寺、三鷹、井の頭、そこで開かれますというか開きます。井の頭公園、三角公園を中心にスタートして、で吉祥寺の街を一周して、で命を守りましょう、原発はいりません、そういう戦争を反対しましょう、そういう、平和がいいねという趣旨のデモを行います。でそれが終わった後で参加者の皆さん全員で、ここがミソですね、参加者の皆さん全員で吉祥寺の街で署名活動をします。できたら前回1000人でしたから、1000人で吉祥寺の街でもうえらいことになると思うんですね。で実はその情報を東京新聞の方にちょっとお話しましたら、嬉しいことにですね、武蔵野版というとこなんですが、東京新聞武蔵野版にですね記事にしていただきました。ぜひぜひ皆さん、これねトレンドにしましょうよ。抗議行動が終わったら署名活動、もう絶対にそれしたらね、だって皆さん集まってるんですから、わざわざ人を集めて、ペンやら何やらっていうんじゃなくって、もう最初からデモが終わったら署名活動する。安倍すぎるやつはとっとと下ろしてですね、我々すぎるぐらいのもうみんなの声を反映してみんなの声を届けてくれる、
そういう政治に、この国の政治を変える、それは私たちの手で変えていく、そういうことです。私はさっきね、池内さんがここでスピーチしてくれたのすごく心強く思いました。あの選挙で応援しました、一生懸命で。1年とちょっとかかりましたけど、忙しいとこ来てくれて連帯の言葉をくれました。これを力に変えて僕は明後日頑張ろうと、そう思います。皆さんぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。その場をね、わざわざ今日ね、板橋のお父さんがね、お年玉って言って署名版と、ね、ペン持ってきてくださった。ありがたいですね。実はね、ありがとうございます。あの愛媛県のね、新居浜というところがあるんですけど、そこのあの女性からね、私のところに署名版が届いたんです。もう今私のところでこれ5通使わないから使ってください。あの皆さん、本当に全国の皆さんからそういう善意でもって、この抗議行動は成り立っています。皆さんご自身でもお持ちだったらぜひ参加なさるときにお持ちいただいて、チラシはありますのでね、あの署名版のところにこう前垂らしてね、すごく可愛いの用意しました。もうなんせね、500で署名集めるっていう前代未聞の試みなので、日本で初めてですからね、500人で集める。ペン500本用意するのだって結構大変じゃないですか。100円で500本ってそうで、カバンは用意しなきゃいけないし、そうです。どこにね、地点をどこにこう立っていただこうかとか ね、今ね11箇所まで決まったんです、はい、どこに立つか、ね、大作戦ですよね。大作戦です、ね、署名大作戦、はい、明後日楽しみに、みんなで楽しくやりたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では次、はい、イケメン荒木くんです。ありがとうございます。はい、荒木くん今日誕生日なんだよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア荒木くん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、お願いします。まあ、新年明けましてはもう15日になったんで、あれなんで寒中お見舞い申し上げますということなんですけども、今日ちょっと実は僕は誕生日で、あの昔はあの1月15日って言うと、あの多分知ってる方もいないですけど、成人の日っていう祝日だったんですよね、昔は。で僕の20歳の時はあの雪がこの日すごい降って、であの成人の日に行く人たちはみんなあのあれですよ、女の女性の方とかはあの和服は着るんだけど下はスニーカーみたいな感じで、結構ニュースとかで話題になったんですけど、でもそれからもう早18年が経ち、もう38歳になってしまったんですけども、あの今年もよろしくお願いします。まあ、餅は食わなかったんですけど、あのうちは実家が三重県の松坂な、あのうちの親父が三重県の松坂なんで、あのすき焼き、松坂牛ですき焼きを食うんですけども、一応すき焼き食っても何もあの安倍さんへの怒りは忘れずにあのまだ維持し続けて、まあ、まだ何も怒りは発してないかなって感じで、まあ、ちょっとずつあのここら辺からエンジン入れていこうかなって感じなんですけども、今日はあの歌は歌うというよりはちょっとあの話をしたいんですけども、あの原発とか放射能とかの話で言えば、やっぱりこう今 IS とかがすごい台頭してきて、なんか原発をね狙うとか、あるいはその核弾頭とか、いろんな話がテロでこうテロの話で作られていくんですけど、やっぱそういう核兵器っていうのは結局使わないことに意味があるって言いますけども、でも持ってたら絶対その抑止力っていうふうにはなんないと思うんですよね。でやっぱりこう戦争法っていうのはやっぱりこう IS とかをこうに火をつけてしまうようなことだと思うんで、やっぱり核兵器は使わせないってことで、国連だとかいろんな世界の、いろんな人たちと一致して核兵器を廃絶していくってことが大事だと思うんですよね。で僕は渋谷区に住んでるんですけど、やっぱり渋谷区の診療所とかに遠くから来られるおばあちゃんとかおじいちゃんがいて、その方は原爆症とかの認定をされてる方で、いまだに年を重ねてから急にこうがんが発症したりとか、やっぱり内部被曝っていうのはすごい恐ろしいことで、いつ
40年50年60年70年経ってからもういつがんが発症するか分かんないし白血病になるかもしれないっていうそういう本当に人類の最悪の、まあ、害悪だと思うんですよね。だからやっぱり原発も全てなくすし核弾頭とか核兵器もなくしていくっていう世の中を作るために今年もいろんなこうそういう運動でオバマさんもねなかなか最初の時はこうプラハ演説で核兵器のない世界って言いましたけどやっぱり現実はなかなか今のフランスのテロとかそういうところを見てるとむしろこう核兵器を使おうみたいな方向になんか話も進んじゃってるような気もしますし最近では北朝鮮とかもああいうことやってますしやっぱそういう時代遅れなこうことっていうのをもっともっとこう10年20年のスパンでこう一気にこう核兵器は持たないってことが当たり前の社会っていうのを作っていきたいと思うんで、まあ、他に核兵器以外にもいろんな今の世の中言いたいことはたくさんあるんですけども、まあ、今日は多分また時間も教えるだろうし今日はここでちょっとスピーチを終わらせたいと思います。今日は歌はなしということでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ではお願いいたします。どうぞ。こんばんは。私は福島、第一原発から50キロのところに今でも住んでいるものです。町の一部は計画的避難区域ということであと数年後にはそこに戻すという計画があるそのような状況になっています。今でも水を買って野菜を取り寄せて食べている。自分には内部被曝そしてなるべく害にないような状況を作る避難ができないのでそれしかできないんですね。 でも国も県も安心安全を推奨して地元のものを進めるような状況になっていてなかなかそこら辺の圧力でとても苦しい状況はずっと変わりません。でいつもこの様子を YouTube などで見てうちの中ではいつもこの様子だけは見るようにしています。でもいつも来れないので今日はここに来たそれで皆さんにありがとうのメッセージがいっぱい来ました。どうもありがとうございます。なかなか難しい状況がずっと続いていますけれども地元では声を上げることがなかなか難しい状況になっています。地元の声をどうしても届けたいと思っているのですが力不足でなかなかできない中このようにしていただいていることが本当に力になります。どうもありがとうございます。これからも頑張ってください。よろしくお願いします。こちらこそ本当にありがとうございます。皆さんと一緒に声をこれからも上げ続けていきます。ありがとうございました。ではお願いします。世田谷で肉屋やってる柳と申します。今日は中山千奈さんの、小冊子原発の分かりやすいっていうやつを、昔はどんどん売れたんですけども今13冊売れて1300円カンパに来ました。で私のお店はここのところすごく順調に売れてるんですね。なぜ売れてるかっていうと反原発をやってるからなんです。反原発を今例えば店の中に貼ってるビラはこういうビラなんです。生きるとは甘くはない、厳しいものだと肝に銘じています。だからみんなでより良い社会を築いていこうではないか。お金は追いかけてもすり抜けるだけ、後からついてくる。希望は、夢は大きく、欲はほどほどに。ほど越しの精神、反原発、平和主義、こういうものをビラに店の中で出してます。最近よく使ってるビラはこういうことです。日本国憲法、全文、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を制定する、こういうのを書いてあります。こういうことを長年やっているから皆さんお客さんがこの店を信用してくれて売り上げが増えてくるんだと思います。
だから、これからもずっとこの反原発を続けていきたいと思います。カンパは私も今日は証人ですので、カンパするのが当たり前だと思ってるんですけども、今日は1万いくらカンパしてきました。だからここ今日ここではこの1300円、お客さんからもらった、これは100円で仕入れて100円で売ってるんですけど、それは1300、ここのとこ最近売れないんで1300円カンパさせてもらいます。はい、それといつも僕はここに来るときには必ずカンパしてさせてもらっております。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。お肉を買うなら千歳烏山柳屋さん、よろしくお願いします。お肉もクリーンで美味しいね、新鮮なお肉に見えることでしょう。ありがとうございます。では浦部力さん、はい、お願いいたします。どうも、館長見舞いを、申し上げます。どうも、ね、最近いろんなことがあります。ベッキーだとかスマップだとか ありますけども、個人的にデビッドボーイがね、ちょっとねあります。まあ好きなんですけど、ですね、でなんかドイツの、外務省の方がコメントをくれて、ね、彼がの歌ヒーローっていうのがあるんですけども、ね、ベルリンで書いたやつなんですけども、彼が東西の壁を破ってくれたヒーローだというあれを言ってました。でなんかね、そうちょっと音楽に力があるっていうのはちょっと嬉しいです。はい、まあそんなわけで、ね、皆さんも力があるな、ね、みんな力があるから、ね、頑張りましょう。諦めずにっていうか、まあね、再稼働ね、されてもまだまだ諦めずにいきましょう。させまいんですけどね。はい、そんなわけで、じゃないかい、自由の憲法全部に主権が国民にあること、広い里を響き畑はざわわ、風が通り抜けるだけ、
Thank you.
ございました。手話の杉本さん、大石さん、ありがとうございます。恵美子さんです。ありがとうございました。